切り分けた巻虫巻虫は、くず粉を素材とし、キクラゲなどの素材を入れて蒸した、大分県中津市の和菓子である。和菓子としては、珍しい千切りのキクラゲが使われているのが特徴。半透明の中に具が浮いて見え、一見すると煮コゴりにも見えるが、控えめな甘さとキクラゲ独特のコリコリした食感を持つ菓子である。中津市では、慶長時の菓子として、 広く使われており、昔は祝い事がある家には、近隣の住民や料理人が泊まり込んで作ったものだという。現在では、各和菓子店が製造しているほか、家庭で作ることもある。店では、洋館のような脳型体に切り分けて竿菓子として販売される。水で戻して、柔らかく煮た十六豆、きくらげ、銀杏、栗などの具を茹でに、 砂糖とくず粉を加えて練り、さらに少量の小麦粉を加えながら、粘りを出した上でせいに入れ銀軟をまぶし1時間ほど、ふかす。その後常温になるまでじっくり冷ましてから一晩寝かせる。家庭によっては、塩や醤油などを加えて、好みの味に作る場合もある。江戸時代に、中津藩出身の医師である、田中信平が、長崎で蘭学を学んだ際に目にした新国伝来の、 料理をもとに、中津の菓子匠が、創育風を加えて作り上げたものとされる。田中の平は1784年に料理書、託師式を表し、当時長崎で出されていた、ふ茶料理の製法を記録している。当時日本で食されていた中華料理は、福建省の仏教を通じて伝わった、ふ茶料理であり、その一品に、賢鎮という野菜やキノコを細かく切って煮た後に、 あんかけにした料理がある。このクズの比率を高め、冷まして固めると外観は似たものになる。長崎の湿北料理にも巻虫があるが、明治28年に出版された実用料理法に記載されている巻虫の例では、伊勢海老を茹でて、身をほぐし、煮たきクラゲ、笹垣ごぼう、銀南とともに、薄焼き卵で巻いて、油で揚げたものとなっており、かなり様相が異なる。 関見本人の牧虫は、1971年に、行われた第18回、大分県観光土産新作展に出品され、県知事賞を受賞している。ABCD と田ば県事監修、九州だから午前物語美味しい郷土料理大辞典、P141、福岡、西日本新聞社、2006年。大橋又太郎編、P239、東京、博文館。 1895年、ありがとうございます。